マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたは普段、きな粉って召し上がっていらっしゃいますか？お菓子のイメージで毎日食べる機会ないなという方はもったいないです。そこでこの動画ではきな粉で痩せる簡単な方法がわかるんです。特に女性の方は必見です。もしあなたが健康的で綺麗に痩せていきたいなってお考えであればぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。簡単きな粉ダイエット法について詳しくお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1、なぜきな粉で痩せることができるんでしょうか。2、痩せるきな粉ドリンク、詳しいレシピについてお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。なぜきな粉で痩せることができるんでしょうか。その痩せるポイントは3つあります。1つ目、腸内環境が整うからなんですね。ここはもうとっても大切になってきます。この腸内環境を無視してダイエットいくら頑張ったとしても痩せません。なぜかというと体質そのものが痩せ体質へと生まれ変わっていないのに頑張っても結局待っているのはリバウンドということになってしまうんですよね。ではどのような状態が腸内環境が良いのかと言いますと、腸内に住んでいる細菌たちですね、痩せ菌と呼ばれる善玉菌がやはり種類が豊富で元気で、そしていつまでもあなたの腸内に住み着いてくれる、そういう環境を作った方が結果リバウンドなしで健康的で綺麗に痩せることができるんですね。そのために必要なものというのは今回のきな粉になるんですよ。そして2つ目のポイントはタンパク質です。痩せるためにはタンパク質が絶対に必要なんです。なぜかというとそもそもこの体を作っている元はタンパク質ですよね。ここをしっかりと食べていないとやはり太ってしまうんですよね。でまたよく特に女性の方、ちょっと注意なんですけれども、女性はですねタンパク質不足になりがちと呼ばれています。なかなかね取れているようで取れていない栄養素なわけですよね。そうなるとあなたの食欲がどんどんねやっぱり増えてしまうんですよね。タンパク質不足の方っていうのは食欲が収まらないんです。なので食べても食べてもまた食べるというその繰り返しの元はタンパク質不足なのかもしれませんね。ですからしっかりとこのきな粉を摂ることで不足しがちなタンパク質を摂りましょう。そうすると暴走する食欲を抑えることができますし、何よりもそもそも臓器、体を作る元がタンパク質ですから、ぜひねしっかりとタンパク質も摂っていきましょうね。では3つ目の項目です。女性ホルモン、ここもダイエットの鍵になりますね。やはり年々年を重ねると女性はこの女性ホルモンの分泌がもうどん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 減ってしまって太っていくわけです。なぜかというと女性ホルモンがやはり痩せるために必要な働きをたくさんしてくれていたということなんです。ではここでなぜ女性ホルモンが減ると太ってしまうのか、このポイントも押さえていきましょうね。そうすることで補える、知恵がつくわけです。でこちら女性ホルモンはエストロゲンと呼ばれるものなんですけれども、このエストロゲンが出ていたからこそ私たち女性は脂肪を燃やしてくれたり内臓脂肪の蓄積を抑えてくれたり、また悪玉コレステロールも抑えてくれていたわけですよね。ところがところがいかがですか。年を重ねて例えば健康診断に行ったとして、あーちょっと最近悪玉コレステロールが増えてますねなんて言われてドキッとした方いませんか。もうそれはまさにですね、もちろんお食事も原因かもしれませんが、もともとあったこの女性ホルモンエストロゲンが減ったことでやはりそういった症状がこう出やすくなってしまうっていうねパターンもありますので、この女性ホルモンエストロゲンに似た働きをしてくれるものが取れるのがこの今回のきな粉になるんですね。では今お伝えしたきな粉の痩せるポイント3つですね。そんなにすごいきな粉なんですけれども、やはりですねきな粉といえば大豆製品なわけです。ですからやはり、腸内環境が整って、他にもたくさんねこんなにもダイエット効果があるんですけれども、きな粉がですねなぜダイエットに良いのかというと、いろいろある大豆製品の中でもこちらです、最
最も食物繊維が多いですよね。まあ、どうせ召し上がるならいろんな大豆製品ありますよね。ただ食物繊維を摂ることで太るもと血糖値の急上昇をやはりグッとね抑えてくれる効果もあるんですね。だから手軽にまた摂れます。後ほどレシピお伝えしたいんですけれども、そういった形で結局たったの大さじ1杯で食物繊維がね 2.7g も摂れてしまうんですよね。またタンパク質も高タンパク質です。低脂質で高タンパクなわけですよね。なのでお肉やお魚とはまた違う、まあ、メリットはあるわけです。そこね大さじ2杯で 10g も摂れてしまいますから、1回あたりのお食事に摂らないといけないと言われているタンパク質量の、まあ、ほぼほぼ半分はねきな粉をたった大さじ2杯で摂れちゃうってことになりますから、これはもうぜひですね味方につけた方がいいと思いませんか。それでは項目の2つ目です。ここからはきな粉ドリンクの材料、そして作り方、そして効果的な飲み方と注意点についてお伝えしていきます。まず材料こちらです。きな粉ドリンク1人分です。無調整豆乳を1カップイコール 200ml ご準備してください。そして次きな粉大さじ2杯のみ、もうたったこの2つだけの材料でできてしまうドリンクになるんですね。そしてここから作り方なんですけれども、私はですねこの無調整豆乳をまあカップに入れまして、ちょっとねレンチンで温かくして作っておきます。でそこに大さじ2杯のきな粉を入れてよくかき混ぜたら、もうあっという間に出来上がり。もう多分ね1分もかからないんじゃないのかなっていうぐらいですね、簡単にいつでもできますし、本当にこれはですねダイエット効果がある、もう栄養価の高い、しかも低カロリーでね腸にいいドリンクですが、ぜひ作ってみてくださいね。ではここから効果的な痩せる飲み方と注意点、ここしっかり押さえていきましょう。どんなに痩せるドリンクと言いましても、まず量が大事です。何でもそうですよね。どんなにいいものでも摂りすぎは NG ということで、だいたい1日に1杯かもしくは2杯までで十分です。そういった形でまずは毎日続けることがとっても大切になってきます。でここで注意点なんですけれども、まずですね材料です。無調整の豆乳を選んでくださいね、なんですね。豆乳といっても調整豆乳ってありますよね。たくさん添加物が入っている甘いタイプの豆乳、あれは太ります。なので調整豆乳は買わないでください。大事なのは無添加の無調整の豆乳、できれば国産大豆のいい材料のものを購入してくださいね。そしてきな粉も同じくです。ここもできれば、まあ、国産の大豆でできたようなきな粉であったりとかですね、もちろん遺伝子組み換えではない大豆からできたきな粉、そういったね良質のものを選ぶのがとってもとっても大切になってくるんですよ。そうしないと、例えば添加物たっぷりの豆乳を使って遺伝子組み換えの良くない材料を元にしたきな粉を体内に入れてしまわれますと、あなたはねだんだんとやっぱり太る体質になってしまうんですよね。なぜかというと、そういった良くないものが体に入ってしまうと腸や特に肝臓がものすごく負担がかかっちゃう。そうするとどうなるかというと、あなたは食べても食べても肝臓や腸が動かなくなるわけですから、消化吸収ができなくなっちゃう、まあ、イコール栄養不足になってしまうわけです。食べても食べてももうねコスパが悪いわけですよね。そうするとやっぱり痩せホルモンの材料をゲットすることができないので、まあ、太りやすくなってしまう、まあ、そもそもお体の調子もね崩してしまいますから、まずは材料選びがとってもとっても大事になります。さあいかがだったでしょうか。この動画のまとめポイントは、まず材料選びが大事ですよでしたね。無添加でできれば国産の良質なものを選びましょうです。そして2つ目、どんなに痩せるいいドリンクでも飲みすぎは NG です。1日あたり1杯から2杯までで十分栄養も効果も得ることができますので、ぜひね量も守って美味しく飲んでみてください。さあこの動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。